早いなぁ。ウロスから。行こうかな。でパチラゴンいる場合は必ずマタドガス選出はもう確定ですね。あとは、パチラゴンか。シラゴンかリザードンか、パッチラゴンでいきますかね。はい、この3体でいきたいと思います。はい、カメハメハさん対戦よろしくお願いします。ヒダルマですね。これは引いてきそうな気はしますが、まあ、インファイトはかなり通ってるのでここはインファイトでいきましょう。コンボ返り、じゃあシレーヌかな。これは何？ああ、オーロンゲ。ってことは、ここは、壁を張ってくるか、ソウルクラッシュか。どっちかな。まあ、壁を張ると想定して水流レンダーにしましょうかね。あ、トリック？なんだろう。こっちはタスキでしたが、高校の尻尾。なるほど。これはちょっと面倒かな。あ、ただもうタスキも失っているので、まあそんなに大きくは問題ではないかな。パッチラゴンですか。じゃあアクアジェットで削って退場かな。またドガスでこれいけそうな感じですね。じゃあアクジェで削ります。つばめ返し、ほい。でウーラオスをしまい、そこでまたドガスを出しますか。命の玉、オッケーオッケー。さあこれで化学変化ガスによって張り切りを消していきます。まあここでヒヒダルマに引かれでもまあいいか。大フェアリー行きましょう。まあ大体ね、この場面は、ほぼほぼダイマックス相手切ってくるので、まあダイマックスの打ち合いだと必ず、絶対に負けることはないですね。弱点保険を持っているパチラゴンでも渡り合えるんで、まあ今、命の玉でしたけど、余裕を持ってこの対戦は、対面は勝てると。で、まあ、火炎放射も入れてるので、ヒヒダルマに対しても、まあ、相手はね、多分スカーフヒヒダルマだと思うんで、あれですけど、まあ、やれるかなとは思いますね。第3弾から入ってきましたか。硬いんですよ。大アースじゃなくてよかったですね。速防を上げられずに。
とはいっても確定2発だとは思うので、あ、削れてたから1発で来ましたね。さあこれは強い。あとはヒヒダルマの攻撃を耐えるだけですね。さあ最後はヒヒダルマ、色違いなんですね。ここで大番いきます。はい、ゴーさんが選ばれました。はい、対戦ありがとうございました。